おはようございます。イ・ミジェ議員です。本日オチョンジン議長が参加される予定でしたが、ご予定が重なりましたので代読させていただきます。平和を愛する指導者、平和大使、そして天の父母様聖会平和愛の皆様、困難な状況の中でも休まず平和運動に参加される皆様のご苦労と精誠に深い感謝をいたします。また私たちみんなが懐かしむムン・ソンミョン総裁、ソンファ10周年を迎え生涯平和統一の先駆者としての人生を生きた総裁と、その方の業績を称え、その偉業を成すために世界的に活動してこられたハン・ハクチャ総裁にも深い尊敬と感謝の思いを伝えます。現在世界はウクライナ戦争と急激な気候変動により今までになかった危機を実感しています。今まで総裁が残された業績と教えは、このような危機の時代でどのようなビジョンになるのか、実際に解釈し実践して示してくださるハン・ハクチャ総裁の志をより深く知らなければならないと思わされます。今日行われた報告大会は誠に意味のある席であったと思います。人類一家族のビジョン、すなわち平和世界実現のために世界を巡回され、韓半島の平和的統一によって世界平和実現のビジョンを持つ多くの世界の指導者、各界各層の指導者の方々と出会い、共に参加されることを促してくださいました。政治、宗教、言論、経済など多くの分野にわたって参加してくださった世界の指導者の皆様、韓半島の平和と平和世界実現のために誰よりも先頭に立たれる総裁と、その偉業を受け継ぎその御心を実現されるハン・ハクチャ総裁に、総裁の世界平和思想、平和尊重の志にもう一度心から感謝いたします。このように意義深い場に参加できることを感謝し、愛と平和、幸せが常に皆さんと共にあることを願います。ありがとうございました。イミジェ議員ありがとうございました。オチョンジン議長が参加されませんでしたが代読してくださいました。ありがとうございました。それではご案内をして終えてまいりたいと思います。今日来賓の皆様は コロナ禍でありますので全体の参加は難しいのですが、2階の